そろそろか。オビト、お前のかつての夢は火影になることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、全て。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の陣中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていて、なぜ？俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組手始め。行くぞ。俺は降りてこの場所だが、覚
軍を固めた以上、オビトを撃つ。メザは離れるか。うるさい。リンは俺の描く夢の中にいる。俺はその考えが間違いだってことをお前なら分かってるはずだ。距離を取るか。毎回毎回やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺にはこれしかできない。俺は俺のできることを、この世界を、仲間を、かつてのオビトを守る。今のオビトを殺すこと。お前の勝ちでいい。だが、戦争の価値は譲らん。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺の時間だ。この感じはそういうことか。オビト。
お前だったのか。これを。まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。終戦と決めつける裏切り者の同胞よ。これは、気ぃつけろサスケ。あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、やつは今のオビトは十尾の神中力だってばよ。待っては俺はもう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間サルトビ。おお。
陣中力か。果たして刹那の間も気を抜くな。よいな。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。愚かなブレイダー、その力をお前たちはなぜ必要か。それは幸せであるとは限らん。人は考え、悩む、失敗することで成長する。幸せとはその先にあるもの。ではこの失敗の中で二度と取り戻せないものがある。人は後悔し、もう一度やり直しを望むだろう。だがそれはできない。失敗は許されないのだ。さあ、こやつは見えているそうな。腕はしびれる。この戦いまだ終わらぬようじゃな。なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そうか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか。先生、あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。この葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。消えろ。完了だ。距離を取るか。距離を取るか。シナと一緒に戦っているように感じる。当たらん。
バカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。